もいらしゆうひさんはお姉さんキャラが好きで活動当初から頼れるお姉さんの紐になりたいとおっしゃられることがたびたびありますが、そのお姉さんに言われたいセリフはありますか。また先日のゆうひさんの配信でモイラ様は姉っぽさはありますかという意図のコメントにおっちょこちょいさがあってどちらかといえばロリと答えられていました。ここはぜひゆうひさんが言われたい言葉でモイラ様の頼れる姉というところを見せてゆうひさんを 骨抜きにしてみてください。お風呂にする、ご飯にする、それとも私みたいなセリフあるじゃないですか。じゃあそれとも私はちょっとなんかね、また違うでもその質問はマジで魅力的だと思います。多分モイラ様は私が待ってる側なのかなと思います。え、言われたい言われたい言われたい、うん、え、逆に、あ、じゃあ言い合いっこして、まあ、ど決めてもらおう、どちらが姉にふさわしいかを。そういう感じ、うん、それで決着をつけよう。じゃ、ガチャ。リリちゃんいるかな。ただいま。おかえり。おいら、お風呂にする？それともご飯にする？お前にするよ。あー、聞いてないか。かはい。リリちゃんファンの皆様大変申し訳ございません。なんだこれ。おかえり。ご飯できてるよ。あ、お風呂も沸いてるけどどっちにする？リリちゃん大丈夫？それともお姉さんにしとく？また閉められた。